皆様こんばんは、カズラジでございます。浜松町のホテルから喋っております。昨日までは有明におりました。今日から4日間は、この4泊は浜松町です。大門の近くです。はい、カズラジお送りしてまいりますが、早いよ。今日はまだ7時半過ぎですからね。いつもの全然早い。大前さんお疲れ様です。ただいま土曜日の18時15分ですというのはパパバカボンさん。テレビで18時から某音楽番組でさだまさしの50周年特集やってます。ああそうなんだ。大前さんが歌われた主人公も歌っていますよということ。僕が歌っていた主人公をさださんが歌うんじゃなくて、さださんがいつも歌ってる主人公を僕が歌ったというだけで、主客逆転になってます。逆でございます。主人公ね、名曲と言われていますね。そうか、さださん50周年なんだよね。で、実はその、50周年記念の、50周年記念ライブというのは、今ちょうどそのツアーが行われていてね、さださんね、東京と名古屋と大阪だけをの3か所で、何夜ずつだったかな、4夜ずつやるのかな。あのグレープナイトとかね、あとあの管楽器とか弦楽器が入ったバージョンとか、いろんなあの形の違った形の、コンサートを、それぞれ東京、名古屋、大阪で4日ずつやるのかな。そのツアーがあって、実は僕がこの前の金曜日だっけかな、その50周年フェスティバルホールの、会に、の券を取ってもらっていたんですよ、実は。で、ところが、今回の遠征が後に入ってしまったので、結局それ行けずにね、申し訳ないことしたんだけれども、楽しみにしていたんですけどもね、その50周年のライブの、大阪4日間のうちの1日行くことになっていたんです。残念でございました。その主人公ね、名曲ですよ。時には思い出雪のガイドブックに任せ、あの頃という名の駅で降りて昔通りを歩くっていうね、歌ですけども、1978年かなの頃の確か曲だったと思いますね。グレープというグループがあってね、さださんが。で、それを、3年で解散して、ソロになって3枚目のアルバム、1枚目が帰郷来、2枚目が風見鶏、3枚目がアンソロジーという、アルバムだったんだけど、そのアンソロジーというアルバムの中に入っている曲、主人公、あの頃だから、そうだね、アンソロジーのアルバムにはコスモスとかね、あとカカシもそうでしたね、が入っておりましたね。有名な曲がいっぱいありましたね。コスモス、カカシ、それぐらいかな。あ、レモンも確かアンソロジーに入ってましたね。マニアしかわかんない、まあ、そんな、会話でございますが、僕なんか早稲田大学にさ、早稲田にさだまさし研究会ってあるそうよ。はい別に入ろうとは思わないけども、うちのお袋が好きだったんでね、結構いろんな音楽聴かせてもらいました。さて、それはそうと、そうだそうだ、そんな番組やってるんだね。僕は見られませんでしたが、それではカズラジ行きましょう。さて、ヤマッチョさんでございますが、ブラカズキの湾岸編見逃しておりましたということ。あ、そうなの。先日の筑後編といい、隙間時間に散歩されているのは良き習慣だと思います。確かにね、まあ、神戸にいると僕もちょっとずついつも歩いていくのよ、歩いてるのよ、歩いて帰りにコーヒーを必ず飲んで帰ってくるというね、もうタンブラー持参で持っていくの。じゃあ30円引いてくれんのよ、タリーズさんが。で、そのタンブラーも実はスタバのタンブラーを持ってって、タリーズさんでこれでお願いしますって、もういつもね、いつものやつって出てきます。あ、ソイラテのアイス氷なしですねとかね、出てくるんですよ。そう、最近僕タリーズではソイラテを頼むで、スタバさんではアーモンドミルクだって。僕いつもスタバばっかり行ってると思ってらっしゃる方多いかと思います。もうタリーズの方が多いよ、回数は。近くにあるのはタリーズなんで、そこでいつも僕は毎朝、ほぼ毎朝、神戸にいるときは、
そう、ソイラテを飲んでおります。どこまで行ったっけな。そう、短い時間の日光浴も体にいいみたいですし、また別の場所でやってくださいねって。明日もちょっと歩きます、この界隈。大門東京タワー三田公園。いいでしょ、この辺はね。ヤマハミュージックポイント。あ、お前今何千ポイントか持ってます。オリジナルドラ焼きも、ドラ焼きも購入できるみたいです。そうなの？オリジナルのドラ焼きも食べたいけどさ、僕はヤマハのミュージックポイントで高級ギターでも買ってやろうかと目論んではいるんですが、なんせまだまだポイントが足らない。ゼロがまだ一つ二つ足らないね。うん、っていうぐらいだな。うん、ありがとうございます。ヤマハミュージックポイントで高級ギターを買う日が来るんであろうか。買うというか、ポイントでもらう日が来るんであろうか。ないな。それからですね、あずきさんです。私も夜行バスに乗る気力と体力はもうありません。まあね、もう若さの象徴だよね、夜行バスって。飛行機もあまり好きではないので、どうしても新幹線移動が多くなりますねってこと。僕は飛行機は大好きです。もう全然大丈夫。むしろもう、ストレスないしね。まあ、たまに遅れるからね、あれなんだけど、まあ、空港に行けばラウンジにも入れるし、優先搭乗もさせてもらえるんで、僕は飛行機はありがたいんだけれども。青春18切符を使って東京までの在来線移動をやってみたいです。若いね。もう僕は無理です。青春18。ね、恐ろしいよ。18って今から何年前？44年前よ。ありえんわっていう感じですね。まあでもね、その時間が経つ先、50周年とか話があったんだけど、本当50年、前って僕は中学校1年とかそんな頃でしょ。小学校6年とかね。まああっという間だよね、本当にね。振り返る50年っていうのはもう本当に、すっごく短く感じるんだけど、先を見た50年ってすごい長いのね。まあこれ50年に限らず、10年でもいいや。振り返った10年ってあっという間じゃん。ね。今から10年前って言ったオリックスさんが弱い頃ですよ。で、これから先の10年ってすごく長く感じるけども、またそれもあっという間に過ぎるんだろうね。ね。ありがとうございます。さあ、それから、ひで救急さんもね、実は、東京に所用でお見えになっていて、ね、夜行バスで移動されたそうなんですが、私的には7年ぶりぐらいになります。なるほどね、夜行バスね。で、今までは極力安く抑えるために観光バスタイプの2列から2列 by 2列のバスにしておりましたが、今回少し奮発して1列独立型にしましたので、よく休むことができました。おお、豪華版ですね。車内にトイレがあったので、途中のサービスエリアでのトイレ休憩も1回だけでした。なるほど。長距離バスの休憩といえば、先日その運転手さんが休憩中にカレーを食べていたことを目撃した人がバス会社にクレームをつけたというニュースもありました。どんなことでも自分が気に入らなければ、クレームにする、ということ。この SNS の世界でもそうですね。名前が出ないことをいいことに個人を誹謗中傷する、世知辛い世の中ですね。ね、まあね、休憩時間に運転手さんが、カレーを食べていた。この休憩中というのが、運転手さんに与えられた、会社から与えられた、例えば昼休みってサラリーマンさんにもあるじゃない。あれと同じように、運転中の、長い休憩時間は、運転手さんも休憩取っていいよっていう時間であれば食べてもいいよね。だけども、それはあくまでもお客さんの休憩であって、あなたはオンデューティーですよっていうことであれば、カレーを食べているっていうことが、さあちょっとどうなのかなっていう感じはするよね。まあ、難しいところではありますよね。それはお腹も少しね、運転手さんもね、それで機嫌よく運転できるならばそれの方がいいしさね、まあ、その辺がどうなのかなってよく分かりませんけれども、まあ仕事中にね、例えばお前が実況中にカレー食べていたら、まあ怒られますわね。まあ、食べようとも思わないけどね。ありがとうございます。まあ SNS の使い方って難しいよね、本当にね。
それから榎本君雄さんですが、高速バス40代の頃コンビニに勤めておりまして、休みが取れないと大阪から横浜に朝着いて、そのまま勤務も数回ありました。今はあらかん無理ですね、ということで。いやー、パワーありますね。それすごいわーねー。なるほどね。それからあとね、谷健さんです。今日の東京とても暑かったですね。神宮、明治神宮を訪れた時の木陰の涼しさが恋しいです。こういう時に神戸さんの持つ、神戸さんってあのボイスナビゲーターの神戸さんのことやろな、ジメジメと蒸し暑いことが快感と思える特殊能力が役立ちますね。そんな持ってるんですか彼は。どうしたらその特殊能力を体得できるのか、今度神戸さんに聞いてみてくださいって。嫌です、ご自身でお聞きください。そんなこと忘れておりましたっていうか、全然失念しておりますね。聞きたければ直接ご自身でお聞きください。私はそういう仲介は一切行っておりませんので、ということですね。はい、ということで今日はですね、あ、そうそう、さっきね、僕あの夜夕方ちょっとあの勉強が一段落したんでね、この浜松町界隈を歩いていたのよ。そしたらさ、あのツイッターにもね、まあ投稿したんだけどさ、東京お一人ナイト、餃子屋さんにフラッと入ってしまったというねことで、そう、もう一人でご飯食べることとか、一人で喫茶店に入ることとかっていうのは全く抵抗もない人で、なんだけど、なんとなく居酒屋さんに一人って難しくない？まあ餃子居酒屋なんだけどもね。で、その看板がさ、まあ、見つけて、あ、餃子食べたいなと思ったのね。で、その看板にさ、ビールと餃子は文化だって書いてあるのって、まあ僕あのビールは飲まないんだけれども、餃子久しく食べてなかったのね。で、どうしようかなと思って、で、ちょっと中覗いてみたの、中見えたから。で、そうすると、多くはグループで来てるんだけれども、中にはおじさんのお一人様が何人かいるんだ。外から見るだけでも 4,5 人はいたな。あ、これは俺も一人でも入ってもいいのかなと思ったのよ。で、フラッと入ったの。美味しかったよ。あの写真に載っけたのはあの3点だけ、あの餃子本体と、キャベツのこの山盛りのサラダと、あとあの写っていた飲み物ドリンクはウーロン茶です。を食べて、あれでね、いくら2200円ぐらい、そう2200円でした。美味しかったよ。あの3点セットで2200円、まあセットじゃないんだよ、個別に頼むんだけどね。それをまあ載っけたのね、ツイッターに。そしたらね、西本近鉄さんは美味しそうですね、美味しかった、オリ34は最高の祝杯メニューですね、なんかね、そうだね。ヨシさんは居酒屋にお一人様楽しそうですあんまり楽しくないんだけどね、お店ではどんな風に時間をお過ごしなのでしょうかということ、ひたすら食べておりました。だってお話しする相手もいないじゃない。ノフーゾさんは、今日も勝ったんですからパーッと行きましょう、ダイエットはシーズン終わってからということで、いやいや明日からダイエットします僕は、明日も頑張っていきましょうということで、ありがとうございます。いつも僕はパーッと行ってますからね。ブレイブなにわさんですが、ブレイブなにわさんは、お前さん今日も一日お疲れ様でした、より夜お一人様、やはり私も定番は、町中華、餃子、キンキンに冷たく冷えたビール、ちなみに私は朝日派ですということで、僕はビールは飲みません、ありがとうございます。みやさんは、うまそうな餃子皮もちもちのやつでしょうかということですね。もちもちでした。
それから坂井戸さんはダイエットですか？多分この暑い暑い東京を歩けば自然と食べた分の体重が落ちますよ。それくらい暑い一日でした。今日暑かったね。明日もまた暑くなりそうですよ。いや、マッチョさんは孤独のグルメですね。確かに孤独でございました。アローンでございましたよ。ありがとうございます。ということで今夜も最後まで、まあでもね、あの明日もいいお天気なんで暑いからこの辺を海岸歩くんだけど、なんか入ってみたい店はいっぱいある。例えばお寿司屋さんとかね。一人お寿司屋さんもちょっと勇気いらない、いるでしょねえ。一人焼き鳥屋さんも勇気いるよね。まあダイエットなんでね、やめときます。今回も最後までご視聴。でもなんか食べないといけないしね。明日何食べようかな。なんかね、近くにあの九州の、九州グルメのなんかね、あのお店もあってね、なんかおつ鍋とか食べたいよね。一人じゃいけないんだよね、なかなかね。今晩も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた明日も活動。